ニュングエ国立公園ルワンダ内の一ニュンゴエ森林ニュンゴエ国立公園はルワンダ共和国南西部にある国立公園である。この国立公園はルワンダの南部州と西部州の境界上にあり、ブルンジとの国境に近いキブコの南側に位置する。設立されたのは2004年のことであり、タウリン、竹林、草原、沼地、ボグなど、計970キロ平方メートルの面積を要する。 最寄りの都市はチャンググであり、公園から西へ5 4トルの場所にある。また、ビググ山は国立公園の境界内側に位置している。2006年にイギリスの探検隊がニュンゴイ森林にナイル川の源流を発見したと発表した。ニュンゴイ国立公園はアフリカにおける野生動植物の重要な保護区でもあり、多様な生物が生息している。この公園は、 複数の大規模な生物地陸となっているほか、種々の陸上生物群系に対し足したような微小生息域を供給する地域に位置づけられている。園内にはアフリカ全体の25%にあたる13種の霊長類が生息するほか、275種の鳥類、1068種の植物、85種の哺乳類、32種の両生類、38種の 爬虫類の生息が知られている。これらの種の多くは、アフリカのアルバーティーン地高帯のみに生息する生息地域限定種である。なお、アルバーティーン地高帯域における生物層の調査の結果、他の地域と比較し、本地域からは、より多くの固有種が発見、報告されている。ありがとうございます。